長松春。なんかたまに空見て泣いてる。故郷なのか。寂しいのかな。来てくれてありがとうって。吉村モナミ。お昼ご飯がいつも宇宙食。宇宙人って宇宙食食べるの？食べるのかな？食べないか。こういうなっちゃったのかな？雨雲晴れて。雨降らせないよ。放課後カラオケに行った時にビブラートがめっちゃうまい。夏目涼花。この白と黒の色っていつになったらインスタ映えするの？おお、なるほどね。佐々木風奈。最近円安のせいで国産の笹しか食べれなくて最近味飽きてきたな。すごいこと考えてたね。すごい。やっぱ嫌なんだ、外国産は嫌なんだ。パンダも違うよ、でも国産がいい。飽きちゃった。国産が飽きちゃったの？円安だから。そっち。賢すぎてついていけなかった。賢いね。逆だった。どこへ行かね。はいはい、白とか黒とか滑るとか面白いとかはっきりさせなくてよくない？それレイナちゃんの思ってる願望みたいな。パンダも思ってるかなみたいな。パンダが思ってるかなっていうこと。白黒つけなくてよくない？レイナちゃんが思ってることね。そうだね。ありがとうございました。全然流れない。6番ティビの白と黒で、実はユーラシア大陸とオセアニア大陸って地球の地図になってることみんな気づいてないんだよな。6番キミのメイ。白と黒ってファッションってさ、3色の掟って言われてるのに俺2色なのダサいって思われてないかな。Thank you.
ントラフラフクライアントリリースイベント始まりました。はい、今ちょっと今あれクライアントだっけクライアントだっけって一瞬なんか分かんなくなっちゃって、ね、そう言いすぎてリリースイベント始まりました。皆さんちょっと天気は悪くなってきましたけどまだまだ元気出せますか。自己紹介していきましょう。モナミン。はい、メンバーカラーオレンジ、モナミンこと吉村モナミです。せーの、モナミン。はい、ブルーミクちゃんこと藤崎ミクです。せーの、ミクちゃん。はい、ピンクちょっと元気ないメーナこと日々のメーナです。せーの、メーナ。すぐ白黒つけようとするからそれちょっと恨もうと思います。はい、パステルブルー涼香こと夏目涼香です。せーの、涼香。はい、ハルルことエメラルドグリーン長松春です。せーの、ハルル。はい、ゆいゆいことグリーン高梨ゆいです。せーの、ゆいゆい。佐々木ふうなです。せーの、ふーちゃん。パープル斉藤ありさです。せーの、ありさ。私たちラフラフです。よろしくお願いします。はい、続いて企画タイムということで今回の企画は意思疎通ゲームバージョンポーズバージョン。ポーズバージョンということで以前、はい、なんだっけ意思疎通ゲームお台場の時に ねやったんだよね。やらせていただいたんですけど、ね、その時は言葉でやったんですね、うんうん、それをポーズにしてやるということで、うん、例えば職業マネージャーとかだったらマネージャーのポーズをマネージャー難しいじゃん。それがどれくらい揃うかみたいな、まあ、静止するんだよね多分動かないでピョって止まるって感じか、うん、モーションはしちゃダメなの。なるほど。感じのゲームを、はい、名前の半分で割ったところで、はい、なんか前回さ、こっちが勝ったのに、うん、エキシビジョンマッチでそっちが勝っちゃってなんかすごいふわーっと割ったから、ね、じゃあ今回リベンジということで、リベンジじゃないよ、はいはい、やらせていただきます。白黒つけがち、白黒つけがち。話が変わってきたね。話が変わってきた。今回もね、今日ね、今回もね、はい、はい、じゃあということで最初に名前の早いチームが答えます。はい、私たちが、はい、答えを、ね、考えた出します、はいはい、そうクイズを考えたのでできるかな。できるか、うん、そこにちゃんとメモってきたからね。いいよそういう役が久しぶりすぎて。そうだよね。いつも煽りだからさ。確かにね。そうだよね。第1問ダラン。美容師。せーの、まあでも私たちならそう揃えられるんで、はいはい、じゃあいいですか、お願いします。いきますよ、お題は博士。おー、2、1、せーの。あ、でも真ん中2人は揃ってるのか。微妙に奥の人が何してる。私一番奥のさ何してる、何してる、博士。それ警察官じゃない。えへんみたいな。あ、あメスシリンダーみたいなやつ。あ、じゃあここは一緒ってこと。あ、ここ一緒かな。りょうかちゃんなんだっけ。おひげ。あ、おひげ。そうですか。これは真ん中二人じゃないかな。厳しいな。厳しい。全然違うよ。それは2ポイントで。やばいじゃん。やばい。次の問題。いや、これ2個目難しいと思うよ。絶対その問題。あ、そっちも難しいわ。こっちに座る。はい、では第2問。ダラン。
魚屋さん。3、2、1、せーの。あーあ、でもライブさすが。真ん中2人はね、せーの、ちゃん、それ寿司三昧。今一気になんか出てきたのか、寿司三昧。魚屋さんのイメージ、ね、寿司三昧。真ん中は切ってて、さばいてますね。ハルルンがセリ出てる、コンクル。あれ、セリ2万とか。あー、セリだね。確かに魚屋さんだわ。あ、そういうことね。あー、じゃあ真ん中2人が揃ってるということで、2ポイント。で、合わせて6ポイント。同点になっちゃうってこと？まあでも時間的にはね、まだもう一問いけるんですけど。準備いいですか？はい、はい、じゃあお題は清掃員さん。おお、いけるんじゃない？3、2、1、はい。おおおお、きりょうかちゃんの違うの。あー、まあまあまあ何してるか聞いて、そうね、とりあえず聞いてみよう。まずりょうかちゃん、お掃除の箱を押してるイメージがある。あ、箱ね。メラモップかけてた。あ、ミクチ、うん、モップだよね。ミちゃん掃除機。あーあ、それモップって言えばいいじゃん。違います。モップだった。掃除機掃除機だよね。掃除機モメモップだ。いい子すぎて。モップだよね。モップだよね。モップだよね。サイミングかけてるから。サイミングかけてる。これモップだ。モナミが持ってたのは？モナミが持ってたのは？モップ。そう、モップ。モップ単純でよかったね。じゃあモナミがいい子だったので、ご褒美でこちら3ポイント。やったー。惜しかったね。向き変えれば、向き変えればね。でも判定はみんな一緒だったよ。そうだね。で、あ、でも時間が来てしまいました。ということで、そちらが4と2で6ポイント、こちらが2と3で5ポイント。ということで勝者は名前早いチームのみんなです。惜しかったね。いけそうだと思ったんだけどね。残念勝でした。でももう持ってた。そうそうそう、正直者ということで。わかりました。いい子でした。ということで、はい、そろそろ最後の歌に行きますか。今みたいにちょっとお仕事関連のミニゲームをやってたんですけど、これからは今日リリースのお仕事を応援する曲を最後披露させていただきたいと思います。それでは聴いてください。クライアント。
お誕生日のくす玉2つのお祝い
確かに、これ持っていく？はい、すごい、ありがとうございます。真ん中3チーム。真ん中3チーム。